僕のチャンネルでは昨年ゲームボーイカラーのボタンを LED 化するキット、こういったものを紹介してまいりました。で、最近なんですけどね、レトロシックスさんからアドバンスのボタンを LED 化するキットがね、発売されたんですが、こちら売り切れでね、ちょっと残念ながら買えませんでした。で、またね、手に入れ次第、またね、こちらのチャンネルで紹介したいんですが、こちらのレトロシックスさんのこのニュースを聞いて、あ、去年秘密の場さんから購入したね、ボタンを LED 化するキット、これをねちょっと紹介するの忘れていたということで、先にこのね秘密の場さんから発売されたアドバンス用のね、ボタンを LED 化するキットを紹介したいと思います。でね、この動画の最後にこのレトロ6のボタンのね LED 化キットと秘密の場さんのね LED 化キット、これ一体何が違うのかというこの違いですね、それとこのレトロ6さんで購入する時のね注意点、こちらをねお話ししていきたいと思います。はい、それではね、早速この秘密の場さんのねアドバンス用の LED 化キット、取り付けていきたいと思います。ゲームボーイアドバンスのボタンを LED 化するわけなんですが、こういった画面がね古いままの状態でもボタンだけ LED 化することはできます。しかしね、せっかくね、分解するわけなんで、もし液晶が古いままの状態の方であれば、この機会にね IPS 液晶のね綺麗な液晶にね交換をぜひねおすすめしたいと思います。やはりねこのゲーム画面が綺麗と目の疲れもね全く違うんですよね。はい、で今回の僕の動画ではこういったね IPS 液晶とこの LED 化ボタンのね同時につけた場合のね注意点、そういったものもねお伝えしていきたいと思います。アドバンスを IPS 液晶にねする最低限の部品としては、IPS 液晶とそしてねこのリボンケーブル、この2つがねあればね、なんとか一応、液晶化することはできるようになってます。そしてもう一つ重要なのは、ボタンを LED 化する上でね、ボタンに色がついていると光を通しませんので、ボタンとゴムボタン、こういったものはあらかじめクリアパーツの部品を購入しておくことをお勧めします。で、こちらがね、秘密の場さんのボタンをね、LED 化するキットなんですけども、こちら購入はね、概要欄にも貼ってあるんですが、秘密の場のホームページでも買えますし、Amazon さんでもね、出品しておられますので、Amazon でも購入することができるようになっています。で、この袋の中をね、開けてみると、このようにね、4つのパーツが入っています。で、一つね、プラスチックのね、クリアパーツが入っているんですけど、これは一体何かと言いますと、このね、分解したシェル、こちらにね、ここについているんですね。はい、同じようなパーツがついていますので、これをね、取り外して、で、そして先ほどついていたパーツを、取り付けるようにします。で、これ一体何なのかというと、ね、標準のパーツをつけていると、チップに干渉してしまうんですね。で、ここカットした部分がね、あるので、このチップに干渉せずに問題なく装着できるということですね。はい、で、僕らがね、やるのは、単純にパーツを交換して、あとはハンダに専念すれば OK ということになります。はい、このキットなんですけども、点灯する条件を2つ選ぶことができます。ボタンを押した時だけ光るモードと、電源をオンにした時にずっと光る常時点灯モードのね、まあ、こちらの2つを選べるんですが、今回はね、電源をオンにしたらずっと光るね、常時点灯を使うことにします。なので、押した時だけ点灯するね、端子は使用しません。はい、でね、使う端子がね決まりましたら、今回ねハンダ付けする常時点灯の端子と他のねこの赤丸で囲った部分を、こちらをにね、予備ハンダをして、部品を取り付けやすくしておきます。はい、こうやってね、予備にハンダを持っておいて、取り付けしやすくしておきます。はい、そしてね、このように、まあ、仮付けするはしておくわけなんですけども、はい、でこのね基板、こちらの方にもね、取り付けるところに、予備ハンダをしておく必要があります。その方がね、非常に取り付けがなしやすいので、このね、赤丸で囲ったところに、ね、ハンダを持っておきます。IPS 液晶を取り付けようと思うと、それぞれね、アドバンス本体の基板へ、L を TP9 に、R を TP8 に、SEL を TP2 に、まあ、ハンダ付けする必要があるんですね。で、これをまあ、ハンダ付けしてしまうと、この LED のね、ボタンキット、こちらのパーツを取り付けたときに、TP9 と TP8 が少し干渉してしまうんですね。で、TP2 に関して言うと、まあ、干渉しないので、このままでも OK なんですね。はい。で、ということで TP9 と TP8 を背面にハンダ付けし直す必要があります。
で今回 LED の、ね、ボタンを取り付けるためにこの IPS 液晶の配線後ろにしたんですけども、この表面のハンダポイントって非常に小さいんですね。なので、あの普通に IPS 液晶を取り付ける方もこちらの後ろにした方がもう断然楽にできるようになります。かなりこちらおすすめです。はい、右の TPQ はこちらに。はい、左がね TP8 になりますね。はい、まあ、これでね問題なく使えるのでね安心ですよね。はい、で最後はね、あとはこのパーツをそれぞれ、ハンダ付けしていけば、ほぼ終了なんですね。はい、このようにハンダ付けしていきます。はい、でここまで来たら実はあともう一つ作業があります。はい、ここまで来たらね、あともう少しでハンダ付け作業終わりです。今ね赤丸でね付けているこの2箇所の点を、黒色のね配線が1本入っていたと思うんですけども、あれでね、この2箇所を配線で結んでやればハンダ付け作業は全て終了となります。はい、ということでね早速最後の作業やっていきたいと思います。それではね、ハンダを予備ハンダをねしてから、はい、ハンダをしていきたいと思います。はい、はい、それではね最後の配線をハンダ付けしていきます。はい、このね線をハンダ付けして全てのハンダ作業が終了になります。はいはい、それではねまず組み付ける前に電池を入れてね、点灯するかどうかちょっとテストしてみたいと思います。はい、問題なくね点灯しましたので、早速組み付けていきたいと思います。もうね、外したのを逆に組み立てるだけなのでね、はい、まずこの基板をねネジ止めして、そしてねクリアパーツを、はめていきます。はい、クリアパーツをはめてそしてネジ止めします。ちょっとね電池を入れてもう一度確認してみます。まだねガラススクリーンちょっとついてませんけども、はい、はい、このガラススクリーンをね、ちゃんとはめてもう一度、電源を入れてみました。はい、ちょっとね部屋を薄暗くしているのでね LED がかなり目立ちますよねでこれ、ねちょっとね部屋を真っ暗にしてみたいと思います。はい、部屋をね真っ暗にするとなんかねかなり怪しげな光を放ってますねはい、もうめちゃめちゃよく目立ちます。だけどこれね真夏の例えばね炎天下とか日中見てしまうと LED の明かりはねそこまで明るくないかなというふうに思います。まあ、あくまでもね室内とかちょっとね、薄暗くなったとこで見ればねよく目立つと思うんですけども、日中のね野外で見るとこれほど目立つことはないかなというふうに思います。はい、でこのゲームボーイアドバンスのこの LED キットなんですけども、レトロ6とね、この秘密の場さんのこの大きな違いというのは、あの電源のオンオフが、ボタンで簡単に効くか効かないかというのがまず第一にあると思います。秘密の場さんの場合はね、この常時点灯にしてしまうと、もう電源をオンにしてしまうとずっとつきっぱなしなんですね。なんですけどレトロ6さんの方はね、セレクトとスタートを長押しすることで LED のね、オンオフができるようになっています。ということでぜひね、この秘密の場さんの方にもオンオフがあればよかったんですけどね、もしオンオフつけたい場合は自分でねスイッチを加工して取り付けて、LED のオンオフをつけるしか方法はありません。はい、で今度ねもう2つ目は、はい、このね LED の明るさというかこの LED の色の変更が、秘密の場さんの方はねお金を500円ぐらい払えば変更してもらえるんですね。でレトロ6さんの方は LED がチップ LED がね売っているのでそれを購入して自分で取り替える必要があります。まあ、もちろんこういろんなパターンのね種類があるのでそれでねどうしても自分の欲しいものがない場合はチップ LED を買って、自分で、LED を交換する必要があるわけなんですね。で レトロ6のこの完成品のね写真を見てみると LED がねかなり多く使われているようですね。秘密の場さんと比べるとこの十字キー、秘密の場さんはね十字キーで1個だったのが上下左右とね、十字キーだけで4つ使われています。でこれね一体注文すると、まあ、いくらかかるのかちょっと見る前に、だいたい値段これね、1個1074円ということでやはり安いですよね。はい、でこの色がね単色バージョンと、カラーが複数使われているバージョンもありますね。
はい、でこれだと L ワードとね AB ボタン、セレクト、スタート、十字キーと全然全くカラーがね違いますよね。で、自分でね好きなカラーにしたい場合はこういった、チップ LED をね購入して自分で取り付ける必要があるということですね。まあ、全部売り切れになってますけど614円ということでね結構安いですよね。でじゃあこれを購入するとだいたい日本までの、まあ、送料はいくらなのか、ちょっとシェルを ねちょっと LED は売り切れだったのでこのシェルをねカートに入れて、送料を見てみたいと思います。はい、ということで、送料がね921円ということで、そうこのね商品、まあ、イギリスからねわざわざ運んで921円というと割と安いかなと思いますよね。日本国内でもねちょっと大きい荷物だと1000円越したりしますのでね、でちょっと10個、まあ、架空でねでいくらだとねいくらになるのかいうのちょっと、調べてみたいと思います。あ、なるほど。おそらく1万円を境に1800円に上がるのかな。うん、おそらくね。はい。1万円以下だと900円台。で、1万円を越すと、1800円にポンと跳ね上がるということですね。んで、それでですね、どれぐらい買ってしまうと、送料がね、マックスになってしまうか、ちょっとやってみたいと思います。はい。はいね、1万円を超えちゃうとやはり、900円からねポンと1800円台に送料が上がってしまいます。はい、なのでちょっとね増やして、はい、1万9000円だとまだ送料が1800円台ですね。おそらく2万円を超えるとね送料がドンと上がるんだと思います。あ、だいたい2万円、そうですね、2万円近いと送料がね5000円近くに上がってしまうみたいですね。で、あとねバッテリーですね、レトロ6で、購入する場合バッテリーを1個でも買ってしまうとねもう強制的に送料がね、5000円近くになってしまうので、まあちょっとね注意が必要です。ということでもしバッテリーを買う場合はね、ハンドヘルドレジェンドさんもしくはね秘密の間さん、そちらでね購入するのがおすすめです。ということで以上今回は動画お伝えしました。